皆さんこんにちは。射水市地域おこし協力隊国際交流コーディネーターの陳啓徳です。私は主に射水市民と海外友好都市台湾台北市士林区の方々に向けて射水市と士林区の魅力や良さを発信しています。この度、射水市在住の方に射水市に暮らしながら台湾文化を楽しんでいただきたいという思いから、また昨年開催した射水市で初の台湾フェアは子どもから大人まで幅広い年代に好評だったので、今年は街中台湾フェア in 射水2022&日体小中学生開花展を開催します。台湾フェアは9月17日土曜日午前10時から午後5時までです。場所はクロスベイ新港の屋外パーゴラと2階の ICN ホールで行います。入場料は無料です。まず日体小中学生開花展のコーナーについて紹介します。開花展では台湾との文化交流及び市内の台湾に対する理解促進のため、射水市立新湊中学校、小杉中学校、金山小学校、北条津小学校及び台湾台北市立士林国民中学校、士林国民小学校の学生より自分たちの地元の風景や伝統芸能を描いた53点作品を揃えて展示します。次に台湾観光パンフレットの提供コーナーについて紹介します。コーナーでは近い、美味しい、楽しいなど旅の魅力がたっぷり詰まっている台湾の見どころ、人気の観光地、おすすめスポットを紹介し、また各種類の最新版台湾観光パンフレットを無料で提供します。次に台湾のミニエドランタン切り紙体験コーナーについて紹介します。台湾の観光局特製のランタンは毎年異なる江戸をモチーフにデザインされ、台湾の古書活である元宵節に開催される台湾ランタンフェスティバルで配布されています。このコーナーでも参加者は実際に台湾のミニランタン作りの体験ができます。また切り紙は今年の江戸である虎及び縁起の良い漢字を題材にして、台湾の面白い切り紙の制作の体験を行います。次にガリバンワークショップのコーナーについて紹介します。このワークショップでは台湾の文字や伝統模様などをガリバンで雑貨に印刷します。ガリバンは今から100年以上前に日本で発明されたコピー機です。すべての工程を手作業で行い、味わいあるレトロな印刷物が作れます。大正時代には台湾でも作られていたんですよ。参加費は無料、はがき1枚を印刷いただけます。当日に可愛い雑貨を作りながら台湾の文化を学びましょう。次に台湾の写真展示コーナーについて紹介します。来日6年目の台湾出身、福岡県浮橋市の地域おこし協力隊のつづさんと、つづさんの台湾にいる友達が撮った写真で、台湾人の日常生活を覗く写真展です。つづさんは日本に来てからいろいろな質問を受けてきたそうです。例えば、台湾人はお箸が使いますか？台湾は外食が多いと聞きましたが、お家で料理しますか？などなど聞かれたそうです。台湾人はどういうふうに生活を送っているのか、ガイドブックや観光雑誌に載っていない台湾の日常生活の写真を台湾フェアの写真展で展示しますので、ぜひご覧になってください。次に台湾の伝音三大使のコーナーについて紹介します。台湾には神様を祀る廟という場所があります。台湾の廟の祭りの中では、伝統的に神様が廟の外に出かけてきて、順頭と呼ばれる隊列の筆頭が神様に扮して練り歩きますが、伝統的な三大神ももともとは廟の祭りや厄除け祈願式といった際に順頭に登場し、
人々に安心感を与えてきました。この特有な台湾の神様に関する文化を台湾フェアで紹介し展示します。最後に台湾屋台グルメと台湾人気のお菓子の販売コーナーについて紹介します。美食の国として多くの外国人観光客を魅了してやまない台湾です。さまざまな台湾グルメとリーズナブルに堪能できる場所といえば夜市や屋台が有名です。実際に台湾フェアでも本格的な台湾屋台グルメを販売します。例えばネギ入り台湾風グレープのネギパイ、サクサクした生地の中に胡椒で味付けされた豚肉あんとネギが入っている胡椒餅、よくホルモンや柿、パクチーをトッピングして日本の麺線によく似た台湾独自の細めの麺線、台湾風のソーセージおよび人気のお菓子などがあります。街中台湾フェア in 伊水2022日台小中学生開花展についてご紹介しました。もし身近に台湾文化に興味がある方がいらっしゃいましたら、こんなイベントがあるよとお声かけていただければ嬉しいです。また皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。欢迎大家来参加哦。